株価ブ,ブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、株価ブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。139円下げましたね。 前日のダウがなんと3日続落していて154ドル安だったんですよね、うん。で、またまた大幅利上げ懸念重しというふうに書いてありますけども、もうずっとね、同じようなネタでね、下げているということになっていますが、まあこれにね、ビビっているということですよね。昨日もお話ししましたけども、パウエルさんの、まあ、ジャクソンホールでのね、講演があるということで、これがね、まあ金曜日の午後11時なんですよね、日本時間でね。うん。 まあこれがあるので、ね、みんなね、ちきっているということに、ね、なってしまっているんですが、まあ、それでね、日経もです、ねまあ、同じように、ね、下げてしまったということになりましたね。うん、で、まあ、もう一つね、理由としては、中国でね、なんかですね、電力が、ね、足りないっていう話が、ね、出ていますよね、歴史的干ばつでということになっていますけども、まあ、これもね、悪影響があるのかなと。 いう気がしていますが。まあ、ただね、朝ちょっとね、上げていたんですよね。実はね、ギャップアップし始まったのは、おそらくね、これに反応したのかなという気がね、しなくもないんですけども。で、これはね、昨日の夜にね、日経新聞が報じていましたけども、NISA の投資枠を拡大して、高級化を要望と。うん。で、これがね、金融庁の税制改正めぐりと。 いいううな記事がねね出ていたんですよ、ねうん、まあこれでね、少しはね、期待感はあったかなということも思ったんですが、まあ、ちょい上げでね、今日日記始まったんですけども、まあダメダメ君だったと。 いうことにはね、なってしまいましたが、ということで、とにかくですね、今日も下げてしまったということになり、3万円からですね、どんどん遠のいてしまっているわけなんですが、まあ、75位線の上にはね、まだまだいるので、なんとかね、頑張っているという感じはしますけども、まあ、それでもですね、この間せっかく上げたね、ここのお山がですね、一旦なくなってしまって、で、前回のですね、まあ、高値付近までね、まだ戻ってきたということになってしまいましたが、まあ、この辺でね、なんとかね、リバルの がまあそれかやっぱりね金曜日をですね、まあ、またぐのがね怖いのでもっと下げてしまうのかというような見方もありますがどうなりますかはい続いてグロー市場の詳しい数ですけどもはい。 グロース市場のね、コア指数もですね、今日は残念ながら下げてしまって、0.3%下げたということで、まあ日経とね、同じような感じで下げてしまったんですが、まあ、それでもですね、なんとかね、昨日の、まあ、安値よりはですね、高く終わっているということはあるので、そこだけはね、救いかなというふうにはね、思いますけども、まあ、とにかくね、こんなところで、ちまちまやっていないでですね、そもそもね、始まった時とね、同じレベルまでね、早く戻ってほしいんですよね。うん。このぐらいまでね、ドーンと戻ってもね、 にもね、文句はないですよということはね、<laughs> あるので、ぜひですね、ここまでね、どん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 とね、上がっていってほしいと思います。頑張ってください。以上、慈愛関連でした。続いて、テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、電力関連なんですけども、はい。 電力関連ですね、今日はは、ね、このリストに入れているすべての銘柄が、ね、上げてきたということになりましたね、はい、いおめでとうございます。まずですね、東京電力がなんと9.96%上げ、そして、岡かのバルブ9.8%上げ、東京エネシス9.27%上げ、助川電機7%上げ、高田工業6.9%上げ、木村加工6.2%上げと。 いうふうにですね、まあ、軒並みね、かなり上げてきたということになりましたね。はい、おめでとうございます。で、これはですね、おそらくね、この記事に反応したんじゃないかと思われるんですけども、これはね、朝のね、早耳会員さんには、まあ、この情報はね、伝えてあるんですけども、今朝のね、1時49分に、日経新聞がね、こういうふうに報じていたんですよね、岸田基地が次世代の原発の建設検討を指示と。うん、で、来年の夏以降、17基再稼働と。 いうような話なんですよね、うん。ということでですね、朝からね、この辺がですね、こう、にぎわうんじゃないかということで、特にね、助川電機あたりがね、ひょっとしてね、買いが入るんじゃないのというような朝のね、早耳情報を、まあ、会員さんにはね、送っていたんですけども、でね、朝はね、まあ、ちょっとね、ゆっくりしながらね、横横でね、始まっていたんですけども、11時ぐらいにですね、急にね、またドーンとね、上がってきたんですよね。うん。 で、これなんでかっていうとですね、またまたね、こう、同じタイトルで日経新聞がね、なぜかね、メールでね、配信してきたんですね、ちょうどその時間にね。で、ここでね、ドーンと上がったというようなね、感じかと思うんですよね。うん。まあ、それについては、ツイッターでもね、僕の方でね、つぶやいてはいるんですけども、それにしてもね、これね、同じタイトルなんですよね。これがね、後から出ているやつで、これがね、朝に出ていたやつなんですけども、何にもね、なんか変わりがね、ないようには見えるんですけども、どこがね、ちょっと更新されたかは、リアルタイムでね、見ていないと、 分かんない内容に、ね、もうなっちゃっているのかなという感じがしているので、もうですね分かんないんですけども、なんかがね、散ったんでしょうね、うん、そこまで細かくね、僕もね、こう見てはいないんですけども。 とにかくね、この記事で、まあ、動いたのはね、間違いないだろうというふうにね、思いますけども、うん。ただね、またまたなんですけど、これ、検討なんですよね。岸、岸田さんのね、得意技の検討なので、まだね、決まったわけでもなんでもないということで、そこまでね、こう、上がりきらなかったのかなという感じはね、するんですけども、まあ、それにしてもですね、東京電力ね、10%も上げたらね、まあまあまあね、いいですよね。この時価総額でね、10%も上げたら、まあ、いいんかなと。 いうふうにはね、思いますけども、はい、これがね、明日以降もね、どういう風になっていいかね、見ていきたいと思います。続いて、石油関連なんですけども、はい、石油関連もですね、今日はね、結構上げてきたやつがですね、たくさんありましたよね。まずはね、富士石油が5%上げ、 でドバイの原油ブルーが3%上げ、WTI 原油が2%上げと、まあ、いうようなことで、なかなか、ね、上げてきたということには、ね、なったんですけども、でこれは、ね、どういうことかというとです、ね、まず、ね、ブルームバーグが、ね、昨日のですの、ね、深夜に、ね、こういうのを、ね、報道していましたよね。サウジアラビアの石油大臣がです、ね、石油の、ね、先物に関して、需給関係から見て、ね、バランスが、ね、今、ね、取れてないんじゃないのと、まあ、要するに、ね、下げすぎだと。 ということでねこれからね原産をねぶちかますぞと,というようなね脅しをしたとまあ、脅しって言ったらなんですけどもそういうようなね決意をね強めたというふうに,、ね、ここに書いてありますけども、うん、でその流れを受けてニューヨークのね商品市場では原油がね上昇したというようなことになって いていですねまあ、これもね、朝の、ね、早耳会員さんにはお伝えはしていたんですけども、まあそういうことでね、軒並みね、上がってきたということにねなったんですよね、うん。ということでね、もしね本当にね減産に向かっていくのであれば、原油市場がね、またまた上がっていくという可能性もね、十分にあるので。 これからね、どういう風になっていくか見ていきたいと思います。続いて、直近の IPO ですけども、はい、直近の IPO ね、今日なかなかですね、合いが良くなかったにも関わらず、頑張った銘柄がね、結構ありましたよね。まずですね、この毎日気にしている e d p ですが、なんとね、7.8%も上げということで、なかなかのね、元気のいい要線でね、またまた上げてきたということになりましたね。うん。はい、おめでとうございます。これでね、前回のね、高値ぐらいまでね、超えていけるのかどうかというところにね、なってきましたけども、 はいいい頑張って欲しいと思います続いて M&A 総研もですね今日はなんとね7%上げてまたまたね高値をね更新してきましたねいやーすごいな。 うーん、なかなかすごいな。マン総研すごいな、本当に。これをね、持っている皆さんね、本当おめでとうございます。いやー、すごいな、頑張ってるな。続いて、ツボタラボですけども、ツボタラボもですね、今日は7%上げてきて、こちらもね、なかなかいい感じでね、リバってますよね。うーん、これもね、なかなか、あの、取れない銘柄ということになっていますけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、マイクロ派なんですが、はい、マイクロはですね、今日はね、2 上げてきたんですけども、それでね、ついにですね、またまたね、908円の壁のところまでね、近づいてきて、今日はね、904円で終わったということになったんですけども、908円とかね、もうちょっとしかいないんですよね、4万4800株しかいなくて、まあ、その上にね、ちょっとずつまたいますけども、トータルしてもですね、まあ、11万株ぐらい、うん、ぐらいしかね、まあ、いないと。 いうことで、ちょっとね、なんか散らしているんですかね。わざとかわかんないんですけども。うん。ということでですね。まあ、このぐらいの壁だったらね、なんかね、乗り越えられそうなね、雰囲気をね、ちょっとね、醸し出していると。 いうように、ちょっとね、体勢を変えたんですかね、VC の方でね、ちょっとわかりませんけども。ということで、ひょっとしてね、なんかまた材料が出てね、ドカーンとね、マイクロ波ね、上の方にね、突き抜ける可能性もね、出てきたかなという感じはね、していますが、どういう風になっていくかね、こちらもですね、今日も新々で見ていますので、頑張ってほしいと思います。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、モブキャストなんですが、 はいモブキャストね、今日はですね6%以上上げたんですが、時間帯によっては、ですねもっとどひょーんとね上がった時がねあったんですよね、うん、でまあ、そこからね残念ながらですね下げられてはしまったんですけども、でねこれはですねおそらくねこれに反応したと思われるんですが、これですね、23日の朝にねブルームバーグがね報じていたんですけども、漫画アプリのピッコマが日本へ上場へということで、時価総額8000億円超もと。 というようなね、書き方になっているんですけども、これね、モブキャストとどういう関係があるんですかということなんですけども、でモブキャストはですね、6月3日にね、資金調達のね、まあ、話をですね、出していたんですけども、まあ、それがね、目的としてはモブキャストゲームの成長を加速させると。 いうようなことが書いてあって、で、そのね、詳細としてですね、2番目にね、現在、株式会社カカオピッコマとの共同開発中のウェブ t o o n など、新規 IP を創出させるコンテンツへの投資と、うん、いうようなことがね、書いてあるんですよね。うん、つまり、さっきのカカオピッコマと共同開発中のね、ものがありますよと。 いうことがですね、ここに、ね、はっきり書いてあるので、ひょっとしてね、これね、なんかね、モブキャストにとってね、美味しいことになるのかなということで、まあ、上げてきたというふうにね、思われるんですよね。うん、で、このね、ピッコマっていう会社はですね、もともとね、韓国の会社なんですけども、まあ、それがね、東証で上場されるんじゃないかというようなことで、で関係者の話としては、8000億円以上のまあ時価総額をね、想定していますよと。 いいうようよよな、ね、ことが、ね、書いてあるんですよね、まあ、早ければ来年の、ね、1月から6月じゃないかというような見通しだという話なんですけども、うん、ということでね、まあ、とにかくです、ね、今日はドッカーンと、ね、上がった時間帯があったと。 いうことなんですが、まあそこからね、ちょっと押し潰されてしまったのは、さっきのね、エボファンドちゃんがですね、まあ増資の分をね、こうぶつけてきたのかもしれないですけども、ちょっとね、それはね、わかりませんが、まあということでですね、ここからね、へこんではしまいましたが、まあ話としてはね、なんか面白い思惑ですよね。うん。まあ共同開発先がね、8000億円でね、こう日本に上場するからといって、具体的にね、なんだっていう話はね、まだ何もね、見えてはいないんですけども、何かですね、まあ一つね、 また別のね話とかねきっかけがあればですねどーんとね上がっていく可能性もねあるかなというふうには見ていますのではいこちらもね気にして見ていきたいと思います。続いて ザ・グローバル社なんですが、はい。ザ・グローバル社はですね、今日はね、寄らずのストップだけでしたね。はい。おめでとうございます。うん。で、これは何があったかというとですね、昨日のね、大 b 協議ね、こういう IR をね、出していましたよね。親会社の移動及び主要株主である筆頭株主の移動というようなことが書いてあって、これはどういうことかというとですね、今までね、アスコットっていうね、まあ、不動産会社ありますよね。あそこがですね、筆頭株主であったということなんですけども、なんとね、その株をですね、アスコットからね、全部ね、 sbi がね引き取りますよ。ということにね。なったんですよね、うん。はい、おめでとうございます。sbi といえば、皆さんね。証券会社としてね。使っている方もね。多いかなという風うにはね思いますけども。まあいろんなね。金融サービスをね。展開しようとしていると。 いうことで、まあ今回ね、このアスコットっていうね、会社からですね、株式の、まあ51.95%もね、所有していたんですよね。それをね、全部ね、もらいますよ、ということになり、まあこれからね、SBI のもとにですね、経営されて、まあうまい具合にね、稼いでいけるのかもしれないな、というようなね、期待感からね、ガーンとね、今ね、買われているということにはね、なっていますけども、はい、こちらもね、どういう感じになっていくか、見ていきたいと思います。続いて、 フジタコーポレーションなんですが、はフジタはですね、今日はね、35%上げて、なんとストップだからね、引けましたね。はい、おめでとうございます、うん。で、これは何があったかというと、おそらくね、これに反応したかと思われるんですけども、今日のね、午前中にですね、こういうね、お知らせを出していたんですよね。農業参入のおシと、うと、ん。 いうことで、北海道にね、土地をですね、確保して、まあそこでね、やるんですよ、というようなね、IR だったんですよね。うん。で、まあ、時価総額もね、かなり小さい部類ですので、まあ、これね、同意づいて買われてきたということになったかと思いますけども、うん。ただね、今ね、増収中なんですよね、うん。まだね、このぐらいはね、残っていますよ、というのを、8月のね、1日にですね、出しているので、まあ、この分がね、降ってくるということの、まあ、ある程度ね、リスクの管理はね、しなきゃ いけないということではあるんですけどもまあそれなりにね面白いテーマでもあるし時間総額もね小さいということで今日はね変わってきたかなという感じがねしますけどもはい今後ねどうなっていくか気にしてみていきたいと思います続いて8月24日に注目と言っていた中でまだお話ししていないのがですねまずこのねアルマードなんですがはい。 アルマードですね。なんと今日ね、またまたね、5.9%も上げてですね、これね、毎日毎日ね、陽線でね、ずっと上げてきてるんですよね。いやー、すごいな。もう本当ね、そろそろね、下げるんじゃないかと思いながら見ていますが、全然下がらず、毎日上がっているというのがね、今のアルマードなんですよね。いやー、すごいな。 うーん、なかなかのこれね、上げっぷりなんですけども、こうなるとね、永遠にね、上がり続けてほしいというふうにね、思うんですけども、はい、よろしくお願いします。続いて、アイスタイルなんですが、はい、アイスタイルですね、今日はね、7%以上下げてしまいましたね、残念ながらね、うん、ただね、こう、朝はね、ギャップアップして始まったんですよね、ちょっとね、プラスでは始まったんですけども、残念ながらですね、そこからはね、大きい陰線を引いてしまったと。 いうことになりましたね。うん。で、昨日お伝えしましたが、今日からですね、まあ、マシタンの規制が入ったと。 いうことになって、まぁ、あ、ちょっとね、下げ基調になってしまったということなんですが、しかしですね、こちらもね、ネタとしてはね、すごく面白いですよね。もうずっと言っていますけども、アマゾン様がですね、36%以上ね株をね、所有するということになっているので、かなりね、下げたところではね、買いたい人がね、いっぱいいるんじゃないかというふうにね、勝手に想像はしますが、はい。どういう風になっていくかね、期待して、まだまだ見ていきたいと思います。以上、8月24日の注目銘柄でした。ついて 8月25日の注目。はい。富士田、グローバル社、EDP、モブキャスト、アルマード、高取マイクロハバンクオブイノベーション、グローバルウェイ、マイポックス、ダブルスコープ、田中家兼、アエリア、コボタ、ラコリア、シンバイオ、インクルーシブ、サイバーステップ、デジタルプラス、ガーラ、川崎県、エネチェン、ベルトラ、 キャンバス、エニッシュ、エバランス、アイスタイル、ケイブ、この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。それではここで、株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。